いや、1回目ということでね、ロケですけども、まあ、基本的にロケ番組ってことで、野球ね、代打ぐらいだったらいけるからね。豊さん、おはようございます。あ、おはようございます。お久しぶりです。どうも今日は一緒っていうか、はいはい、そうなんですよ、この番組一緒なんですよね。そうなんです。そうですよね、今回から新しい番組が始まるということで、はい、まあ、おねこテレビが一区切りついたので、はい、ほっつきわらびっていう新しい番組が始まるんですよ。ほっつきわらび、はい、わらびの町を、はい、私と豊さんでゲストを招いて、はい、わらびの催しだったり、人や物、店などをぐるぐる回って、はいはい、まあ、わらびを紹介していくっていう番組なんですよ。お散歩していく番組ですね。そうですね、はい、もう一回タイトル教えてもらっていいですか。ほっつきわらびです。ほっつきわらび、はい、まずでもね、最初に聞きたいのがね、はい、僕はこの番組で堀江さんのことをなんて呼んでいけばいいのかっていうのがやっぱ気になってるところなんですよ。考えたことなかったですね。いつも堀江さんって言ってくださいますもんね。いや、まあ、それはそうですけど、で、なんかほら、はい、あれでしょ、ウィンク内ではマイマイって呼ばれてる。マイマイとか、あとは、まあ、堀江さんだったり、うん、ちゃんまいとも言われて、ちゃんまいとも言われてて、じゃあちゃんまいにしましょうか。ちゃんまいでいいんですか。ちゃんまいでいいんじゃないですか。ちゃんまいで、じゃあ全然いいんですけど、ちゃんまいで、はいって普通に言えるんだ。はい。あ、ちゃんまい、はい、 あ、そうなんだ。はい、じゃあちゃんまいで、ちゃんまいでいっちゃいますか。慣れるまでもしかしたら堀江さんって言っちゃうかもしれないですけど、でもゲストってだって、でも前の番組でそうなんですよ、決まってる大部君です、大部さんなんです、ね、はい、まだ後から合流する予定なのでそうですか、はい、はい、じゃあ行っていいんですかね、はい、どっちですか、どっちですか、こっちで、はい、今こっちこっち大丈夫ですか。大丈夫です。あ、そうですか。じゃあこっち行きますか。はい、ちゃんまいと、まずこの道を歩くっていうことに僕すごい今違和感を感じてるんですけど、す、ね、はい、ちゃんまいは大丈夫ですか。いや、違和感というか、うん、慣れないですよね、やっぱり。何が、え、うん、まあ初めてで、はい、っていうこともあって、あ、ちゃんまい、はい、怪しい人がいる。なんか踊ってなんか大部さんじゃないですか。ちょっとなんか怪しくないですか。一人であれあれ何やってるんですか。ラップ、なんかっぽい、ラップ一切声は聞こえてこないけどえ、あれに声かけるの。そうですね。やめません、え、やめません、やめます、うん、やめましょう、やめます俺がまずは第一回ゲスト、まずチェックワンツーマイクテスト、そうかぶってるのはこれバケハ、影がない、つまりは東、東、西、つまりはきっと南、そう K-H-A-K-A オブ京都ぜ、イエーおはようございます。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 あら、大部くん、おはようございます。今何やってたの。いや、今ちょっとサイファーしてましたね。え、一人サイファーズ。はい、サイファーって何。あれですよ、ラップをみんなで集まって輪になってやるってやつ。いや、みんなでじゃない、一人でやる。だから豊さんと堀江さんも入ってくれるかなと思ったんですけど、ああそう、いや来ていいんだぜって思ったんですけど。あ、そうなんだ、はい、いや今ちょっと輪になったんで、うん、来るかなと思って待ってたんですけど。ちょっと待って、トーンがさ、はい、こういうのトーンが上なんだよね、随分。あ、そうですか。いや、僕ちょっとこの間のゲームで、そうですよね、はい、そうなんですよ、そうそうそう、見事勝ち取ったんで、はい、はい、で、ね、今日行く場所は決まってるんですよ、はい、行きましょう、はい、うん、株式会社東京スズランというおしぼりを扱っている会社様がありまして、おしぼり、はい、そこに、まあ、見学に行くという感じなんです、まあ、社会科見学的な感じ。いいですね。で、早速行きましょうか。行きましょう、もう行きます、はい、あ、行きましょう、行きましょう、はい、ちょっとサイファーしながら行きますか。サイファーしながら、教えて、教えて。もうじゃあこちらですね。あ、こっちですか。あ、こちらですね。すいません、こちらですね、こちらですね、あちらですね、あちらですね。あれ、あれ、このトラック、はい、東京スズランって書いてある。ここがタオルサービスシステム、おしぼり。ちょっと乗ってる方もイケメンじゃない。こんにちは。そうですね、ちゃんまい、はい、ここですか。こちらが株式会社東京
スズランです。なるほど。はい。お、すげえ。こんにちは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 。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日見させてもらいます。はい。どうぞ。いいですか。はい。じゃあお願いします。さあ、失礼します。これはどうぞ。まっすぐで。まっすぐで。はい、どうぞ。すごい。もう早速。失礼します。失礼します。すげえ。あれ全部おしぼりです。見たことありますね、はい、あの黒ずみにされてるやつ僕。すごいね。はい。ちなみにおしぼりの会社なんですよね。はい、そうです。はい。そうなんだよね、ちゃんと。そうなんですよ。じゃあちょっと早速ぜひ。はい。ご案内します。すごい。わあ。ではですね、おしぼりはあの使い捨てではございませんので、はいはいはい、使い終わったものを選択して、はい、また綺麗にしたものをお客様の届けに行って、はい、またその繰り返しなんですね、はいはいはい、で今のここにいる場所っていうのが、はい、ちょうどトラックが帰ってきて、はい、使い終わったおしぼりを下ろしていくという作業がある場所になります。なるほど、はい、さっきあの1台見かけたんですよ。あ、本当ですか。すごいイケメンな方が、はい、ありがとうございますチラッとチラッとお辞儀して、はい、なんか届けましたよっていう来るなじゃあ使い終わったおしぼりたち、はい、そうですね。で、まあ、いろんな色のコンテナあの、はい、があると思うんですが、これはおしぼりのサイズによってあの色分けして。サイズが違うんですか。そうなんです。そうなんですか、はい、あのおしぼりは紋目っていう単位で表されるんですが、紋目、はい、紋目は重さなんですね、はい、で80紋目とか70紋目、100紋目、120という形でお客様にご案内をしているというものになります。あ、そうなんですか。はい、確かになんか おしぼりの大きさとか分厚さでいい店来たなとか、なんかありますよね。そういう気分になる時あるよね。ちょっといつもより暑いと、うん、おーみたいな。で、じゃあ奥の方ご案内します、はい、ちょっと断面行っていい。うわで、あの今あのケース6段になってると思うんですが、はい、これがこのコンテナ転送機って言って、あのこのコンテナを倒して中に異物が入ってないかとか汚いものがないかということで、汚いものはこちらに弾いて向こうに行くという形になります。まさに今その作業、手作業ですね。こんにちは工場長の木原でございます。工場長工場長まさか工場長一番入り口のそう大事なところなんですよ。それだけ大事な。あのなんでまあここにいるのかというと、後ろにあのコンピューターがあるんですけど、ここであの何番目に何のおしぼりを入れて、で最後にはあのパートさんが2階でおしぼりを巻くんですが、その順番、落とす順番だったり場所だったりというのをここで操作するので、ちょっとまあ入り口で暑いかもしれないんですけど、大事な場所なんですね。そうですよね。のブレーンになるような。そうですね。脳みそですね。はい、今ベルトコンベアで向こう行って、はい、行ってますよね。その隣でベルトコンベアでまた手前にあの来てると思うんですが、そこの中ではシェーカーって言って、あのくるくる回る中で、あの例えば用紙が入ってたり、あの箸が入ってたりとか、そういったものを落としていく、取り除くんですね、はいはい、ちなみに、はい、そんなもの入ってたっていうことってあるんですかね。なんかお金とかですかね。えまだないですか。まあ、瓶とか瓶いろいろ入ってます。お金とかいろいろ入ってます。お金も入ってたということも聞いたことある。お金が入ってたことあるんですか。昔っていうことは聞きました。それってあのラッキーなんですか。いやー、どうでしょうね。まあ、それは大丈夫なのか違います。今、バッグの中に入ってると思うんですが、はい、そこが同じ種類のもので、これからあの一つの中で選択しますよっていう、あの1グループにグループごとに分かれて、あれで一つっていう、はい、一つと見ていただきますと、はい、下から上がって、なんか上がってきましたね、はい、洗濯機の中に入るというところ。あ、今ここに全部一つを入れて、ここから洗濯に。青のパネルの中には12個の洗濯機が入ってます。12個、はい、うわ、あれちょっと見えますね。今洗剤が届いて
僕覗いてみたら。これ覗いてもいいですか。え、うわあ、開いた。ちょっと、そうですね、匂いが塩素、プールな消毒液ですね、さっきのケーキリフトが上がってくる場所がここですか、はい、向こうですね、で上がってきまして横に来て、でここでシェーカーでほぐす作業ですね、ケーキになってたものを、はい、またバラバラに、はい、なんかああいうのダイハードでなかった？どういうのですか？いや、なんかダイハードでなかったあ、まあ、ひたすら回るみたいな。ジャッキーチェックがくるくる回ってた。入ってみます。3分止まれないですよ。いやいや、きついね。危ない。これも人の手作業ですね。一番のこの洗浄ですね。おそらく。はい。女性の方が多い気がするんですけど。そうですね。はい。男性はなかなか同じ作業を3時間というのは難しいっていうふうにも言われておりますが、どうですか？おっしゃる通りだと思います。すごいわかりますね。そうですね。どうですか？せっかくいいですか？ゲストのね、ゲストが来てくれたから。これがサイドに。その縁のところがサイドに。はい。はい。汚れがないかを見て。汚れがないか見て。サイドで半分にして、おぉ、おぉ、すげえ、もう今やったやつですか？すげえ、やりたいです。めっちゃやりてえ。これでも包まれちゃうから、失敗したから大丈夫です、こっち側に落としておきますよ、ね、そういうのがあるんですね、はい、よろしければ汚れてるのとかはもう弾く。え、これこのレベルでなんか気にせず顔拭けちゃいますけど ね僕大丈夫ですよ、これで。わかりました。大丈夫です。はい、すげえ。じゃあお邪魔します。大分が触ることによって汚れるってことなんだ。もうアウトですか？気をつけてよ。じゃあもう全部こっちっすね、もう。ああ、ちょっと、お前雑だな。さあ、これオーブン。あ、もう僕が今巻いたやつですか？これがどこかのお店のどこかのお客様に渡るんですね。行くわけですよね。行ってこいよ、お前ちゃんと拭かれてこいよ。綺麗になって帰ってこいよ。ちゃんと拭かれてこいよ。汚れ見て。違ったらもう手とか叩いていいですから。これアウトですか？え、ほら、なるほど、糸を切るんですね。すいません。だからハサミとかがあるんですか？なるほど、なるほど、そういう細かいところも見るんですね。
あ、でもこれが大丈夫そうです。大丈夫ですか、はい、こっちが表ですよね。あ、どっちでも。あ、いいんですか、はい、へえ。ちょっと危ない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 。あ、ここでちょっと不器用じゃないですか。やっぱり不器用じゃん。え、良くないですか。来た来た来た、来るよ。ほら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 、これちゃんまい、ちゃんまい、これ、いってらっしゃい。いってらっしゃい、いってらっしゃい。ありがとうございます。あ、チェック、チェック、あ、ありました。あ、これはこれどうですか。よっしゃ見つけた。ちゃんとアウト。ちゃんとアウト。ちゃんとアウト。どうすかどうすか。見ます。すげー渋い顔してる。いやもう見えてないじゃん。チェックしてないじゃないですか。あ、全然高見さん笑ってない。マスクしたらどうなってるの。これは OK ですかね。はい。でこう行ってこうすか。はい、あ。あ、ちょっと余らすんですね。あ、はい、余らすかちょうどかぐらいです。ゆたくさん、やった。来ました。来た。僕と高見さんの共同作業。初めての共同作業。やった。これがどっかに行くんですね。これ僕が巻いたって印なんかあります。アルファベット入ってます。え、アルファベット、これ F、はい、F、これが僕。この類で巻きましたよって。豊かの F。 入ってないです、F。 F 入ってない。これなんすごい。すごいですね。ってことはお店行ってこれがあった時にここ見たらどのレーンかっていうのが分かるってことですか。レーンはあのおしぼりの大きさでどこに下ろすかは分かるので、そのあとはどの台で巻いたかが分かれば、例えばクレームが来た時にも誰が巻いたかって分かる。これで F 見つけたら、はい、これ見た瞬間に高見さんって思っていいってことですね。すごい、ありがとうございます。 お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございます。すげえ、すごいですね。すごいよ。貴重な体験させていただきました。結構大変ですね、これ。おしぼり巻いたものがこの上がっていて、最後の検品ですね。ここの検品者が最後外から見て髪の毛が入ってないか、異物が入ってないかの確認をして。もう何重にも、はい、さっきだってあんだけ確認したのにもう一回やるんですね、やっぱ。いますので、巻くのが早いから。おしぼり巻くのがどのくらいのスピードか見て。エースだ、エース。早い早い早い。全部すごい、あれで見もうね、確かに両面こうやってやってるんですよね。うんうんうん。でまだ2時間経ってないと思うんですが、彼女9時から2700。あ、数字が、はい。うお、あ、ごめんね、大丈夫ですか。すいません。せっかくだから一回マスクって取ってもらえたい。できない。NG。あらが、あら、本さん、本さん、ねえ、おいくつなんですか。年齢、年。20歳。20歳。20歳、若い。ピチピチ。そうですね。ちゃんまいくつだっけ。私は24です。おいおいおい、何ですか。どんどんなんか汚れキャラみたいな。どういうことですか。どれぐらいここで働かれてるんですか。1年ぐらい。1年間。1年で急成長というか。午前中が今学校行ってて、午後で今夏休みなので1日働ける。わー、頑張ってね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。追いかけに下にまた行きたいと思いますので、はい、追いかけましょう。いよいよクライマックスですね。おお、ここに戻ってくるわけですね。はい、ゴールですね。はい、本当だ。来た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 。どんどん来るな。止まんないですね。彼もベトナムの留学生で、ハイク男の子ですね。はい、立派だ。あとは、まあ、こちらの方に最後出荷準備。あ、これが、はい、まとめたものがこれ。
積まれてるね。な、何段ずつなんですか。7段。7段ね。7段だ。すごいよ。全然だって僕らよりも全然高いっすね。高いから2メートルぐらいあるんじゃないね。ちゃんまい優しい。半分ぐらいしかないやん、ちゃんまい。半分ぐらいしかない。5段目、5段目だいたい、だいたい半分。すごい。で、これをはい、あこっちが、あ今ちょっと業者さんらで、うちのトラックではないんですが、はい、こちらにトラックがついて、ドライバーがあの自分の必要な分積んでいくという形で、ここに行ってらっしゃいっていうね。ここは行ってらっしゃいって言って。なんかすごいね。また旅に出るわけだ。そうですね。でまたいつか戻ってくるわけですね。そうですね、向こう側で、はい。まあ、いつかってまあ割と早く。そうですね。今日明日の話。なるほどな。どうも社長。どうも。はじめまして、あの金沼と申します。石川です。あ、今日はどうもありがとうございます。いや、今下をずっと今ちょっとご案内していただきまして、はいはい、すごいですね。社長がなんか、はい、こう考えたっておっしゃってましたよね。その工程っていうんですか。あ、結構はい、あの口出しました、かなり。はい、2階はもうほとんどまだ、はい、あの従来っていうか私が来る前からの設備をペンキ塗っただけなんですけど、1階については、おうおうおう、特に洗濯機は、はい、あのかなりこう、打ち合わせして、はい、あの まあ、その当時の、まあ、最先端だっていう自負を持ってこうあの、まあ、メーカーさんとこう、まあ、おしぼり専用のこう洗濯機をっていうことで、はい、あのいろいろこう。なんていうんですかね、はい、こちらの考えを、まあ、形にしてもらうってことはかなり時間かけてやってます。はい、今も、はい、こうよりよくよりよくというようなこともされてるんですか。いや、小さい会社なんで、あの1回と設備投資するともう20年とか25年とかなんで、私が死んだらあれなのかな、また新しい洗濯機になるとかで、すみません変なこと聞いちゃいました。いやいや、それまでにあの後継者というかね、はいはい、あの私の後 の, あの、まあ、経営者になるものが、はい、やっぱりそれなりのね、あの知識というかね、はいはい、技術力をこう持ってもらいたいですね、はいはい、ちょっと、はい、もう子供の時からやってるんで、あの、はい、分からないんですけどね、はい、もうこれしかないんですね。他はもう何やってもできないですね。はい、またそれがかっこいいじゃないですか。いやでもあれですよ、あの30代は転職考えてましたからね。そうなんですか。うん、だけどできることはないんだなって分かってきたんで、もうおしぼり一筋で、もうそうそうで、あの貢献していくしかないと、なるほど、あの覚悟を少しずつこう固めてきてるこの頃です。なるほど、はい、まあ子供の時からもああいう、まあ、今じゃちょっとないですけど、はいはい、まあ、私は小さい時はああいうところにこうなんかカゴかなんかに入れられてずっと置かれてたみたいな話はよく聞かされてるんで、そういう仕事場の中にいる時間というのは非常に長かったですね。特に夏休みっていうと、もう大体小学生の時はあそこであのなんか荷物運びとかいつもやらされて、はいはい、だから、まあ、それしかできないんですね。はい、このおしぼりの仕事に携わるようになって一番嬉しかったこととか喜び感じるときってどういったときなんですか。どうなんですかね、うん、やっぱりだいぶ迷ってましたからね、あの本当に自分のこう無力さとかあのいろんなことができないって分かってくる中で、なんかあのこの仕事で、まあ、なんていうんですかね、あの貢献することでなんかこう、うん、なんていうんですかね、あの自分の満足というか、あのそういうものを得られるように少しずつなってきましたけど、うん、若い時はあの、まあ、ニートみたいな人間だったんで、あのもう適当にこうやることがないからあのいるみたいな感じでした。ですんで、まあ、最近こうなんていうんですかね、まだお客さんから評価されてるわけじゃないんですけど、なんかあこういうふうにすればお客さんにこう何て言うんですか、理解を得られるとかお客さんの役に立つみたいなものが見えてきつつあって、うん、それがなんか今はこう嬉しいというか、うん、こう勝手な将来に向けての妄想が
嬉しいですね。だからお客さんからすごいですねなんて言われないですし、ただなんかこういうふうにできるんじゃないかなと思ってるその、 あの妄想の時間が幸せなんですね。はい、正直まだあのおしぼりって日本全国そうだと思うんですけど、なんか不安な商品というか、なんか不良品がある、まあ例えば匂いがあるとか異物混入があるとか、そういう不安をこう抱えながら、やっぱり飲食店の方々もあの我々の商品をお使いいただいてるんですけど、あの今までのこうレベルをこうまあもう超越するというかね、かなり高い次元であの高い品質のものを作っていきたいっていうのがあの私のこう今考えてる夢ですね。はい、僕らもじゃあ、こう飲食店でスズランさんのおしぼりに出会えることをちょっと楽しみにしてますので、はい、そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。木野屋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい、もうね、いろんな勉強になりました。本当によかったです。楽しんでいただけて見応えたっぷりでしたね。すごかった。こちらがえ、はい、先ほど皆さんが作られたおしぼりですので、はいはい、巻いたやつどうぞ。 F のでこれ、あ、F だ、使っていいんですか。どうぞいや、どうぞ、はい、いいです、ビリッと。じゃあいいやつだ。すごい。ちょっとじゃあいいですか。はい。あ、いい匂い。本当だ。すげえいい匂い。本当だ。あ、気持ちいいこれ。ちょっとごめんなさい。いいですか。どうぞ。いいですか。大丈夫です。はい。いやー。あ、気持ちいいやつだ。うん。すげえ気持ちいいこれ。堀さんも行っちゃった方がいいね。行っちゃった方がいい。メイクが。ごっそり。行ったのか。脇ごと、脇も。いや気持ちいい、なんか全然ちょっと今までの、いやなんか、改めてなんか気持ちいいなってすごい実感しますよね。すごい愛着湧いちゃう。ちょっとまたあの良き時にまた来ていいですか。ぜひ。いいですか。はい、お待ちしております。あとあのよそでこう見つけたらね、はい、一回連絡しましょう。はい、ぜひ。良かったですよ。今日も良かったですよ。バッチリでしたよ。ぜひまたじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いやいやいや、降ってきましたね。降ってきましたね。降ってきた、降ってきた。いやどうでした、おぶくん。いやもう、こんないろんなドラマを見れて僕すごい楽しかったんで、本当にまた次回もどうなることやるかもしれないですね。はい、また来てくださいね。えまた来てね。じゃあ、はい、おぶとはじゃあここで。あれあ、またもうここですか。うん、あ、ありがとうございました。じゃあまた、はい、あのまたオーディションやってください。あ、わかりました。参加するんで、はい、じゃあありがとうね。はい、はい、あ、もうあっさりっすね。うん、割と、うん、うん、バイバイ。お疲れした。はい、よっしゃ。いやー、降ってきたけども、すごい雨降ってますよね。まあでもおしぼりでまた吹、はい、けばね。そうですね。豪雨すごい雨です。いや第1回目がこういう雨っていうことで、そうですね、うん、またちょっと次回どこ行くのか楽しみですね。そうですね。で、ご覧の皆さんに、はい、ここいいよとか、うん、ここ来てとか、はい、そういう情報とかあればぜひ、はい、いただけたらなと思いますので、はい、お願いします。おそらく宛先とかがなんか出てると思いますので、うん、ぜひ、はい、応募してください。お願いします。お願いします。